試合、ワンピーガーは MOHG、ツーピーガーはイネチオベガです。はい、行きます。ベガ側結構渋いですね、この組み合わせも。そうですね、ベガとしては相当渋い勝ち前を要求されるんじゃないでしょうか。我がサイコパワーに響くし、ラウンド1ファイト。さあ、サイマグホバー、これはやる気満々です。クンタイ君対して早出し、もう普通に VT を打ったという今はブラストで消し消させそうです。ここ上が辛かったよね。トゥーピーを通常で対処するのは非常に難しいというところはあります。ガードしてからよく次はカットで落として中和しっこう、しっこからどうだ、投げて画面端は低空100列。さあしっかりゲージを止めて大パンスリは V リバで切り返したいところをきっちり投げたくで潰してるっていう感じです。これもこっからクリックが簡単です。チューリーの飛行機ってちょうどチューリーの相性良くない。そうなんですよ、強キックがいい位置でカウンターしちゃって出して EX 弱ですね、みたいなことですね。これ地獄です。あ、いい飛行うまい。通常との延長的な感じで使ってきました。さあ飛び入るぞ、大大中インフェルノ。さあ印象は結構こういうとこ諦めないですよね。そうですね、冷静にチャンスを使って発動してダブル2からここ一回ガードだが気候圏の方が当たっている。突破口が見つからない感じです。酔っ払いのオッケー。やはりこの日本の遠い面文化はやっぱ遠い面ですね。やっぱ遠い面最高ですよね。遠い面でしょうね。これ最高、決してエモを見せるわけじゃないですから、そういうのはやはりですね。なんかあんだけすごい舞台の上ですごい肩を突き合ってるね。そうそうそう、そんな仲良くもないのになってるんじゃないっていう、ね。さあどうだ、まずは体力チュンリーユリの展開で後ろに逆らいすぎないようにしていた犬長だが、ゴミが入ってしまったというところ V リバもケアしつつ、私は4クレパンチなんで投げの後もきつい。なるほどなるほど。そしてこの MOV のたまに使うダッシュの飛行圏がこうがいい感じで止めてますよね。ベガでは何か技を触れるかなというところに、どうだ、あそこで飛びをベガに合わせるのは相当嬉しいですよね。このデビリバに対するジャッキックもジャッキックを落としている。さあ酔ってはいるもののすごい反応を見せているエモベイ。うわしっこ、さあアクサバルチップバルで止まって全部見てからジャッとか当たっている。と確認も、さあ見て切り替えましたね、前に歩いて。さあ判定見てから切り替えた MOV。 アクス、さあどうだ、アクス小中体育、体育ジャンプ中ファンインフェルノ。さあ犬中もここに来て、これはゲージもあるんでこのラウンドはなんとか組めればいいが、どうだ、さあ、おっと、ホバーを当てる、裏回りから中央進めるぞ、おー、ちょっと1ゲージで、これ全然状況的には悪くないんで、1ゲージフィニッシュ良かったですね。ベガがゲージ溜まってる時にもう、チュニガも飛べなくなるんで、バコンタイプが、はいはい、スパコンもかなり優秀というとこですが、おー、前ジャンプ中盤そうですね、これは、うわ、確かに難しいですよね。アンダーでは全部繋がります。どうだ、 EX 効果から V には当たってない。表がいいというところが有利フレームで組み立てて、イリショベ
が、あのはいいバックステップですね。アシストの後これですね。あー空ぐらいになったんですね。しかしクラカンした。どうだ、でも MOメイクがガードするポイントがうまい。おうまい、おーこれはでかい。今そこきっちり、おお。もう取り返してましたね。アルティメットサイコクラッシャー。ベガウィンズ。下がり中足でしたか最後。あ、置き中足ですね。置き中足でカウンター取ってますね。ラウンド1。ファイト。さあ開幕飛んできた。もう一回もやらなきゃいけないということは分かってるっぽいが。このチュンリーという強制が投げ、名前にどうするかというところが、ここは先端、しかしこれは股間が確定している、投げ、中盤からどうだ、4分でたまらないしかない、タッチをキック、知っている、投げ、さあ、全開できたぞ、MOV、テイクも混ぜる、中盤が入っている、刻んで、起きて、オーバー、さあ、ホバーをねじ込んできた。アックス発動、中足いけるぞ、アックス、どうだ、この距離から、中足いけるぞ、これも EX2 で拾って、どうだ、アックス当たって、着地硬直だ、ブラスト、今のはいいぐらいに着地に入ったんですけどね。さあ、そして MOV が EX2、開幕 EX2 やる気。アクス返しになっている。これ安定ですね。4対3点はフライ1は4対3はボブ。どういう話だ。おっ、ステステステ。さあどうするというところ。アクスあと5番で近かったのはベガの方で、ベガは上を通したいですね。これこの MOV の見た目とか飛行機もこれそんなに無理しないっていう感じで分かってる感じですよね。さあ、しかしバックスリーマイジャンプはうまく叶えた形。勝利先端、あったがどうだ、刻んで投げる、どうだ、めっちゃ多分いじる、あー10番いつかは食らう。ほら、いつかは食らうよ。1でも投げだけ入れない精神が見えたんですけどね。